こんにちは、ひろやすです。タコメーターなんですけども、動きました。前回ね、このパルスジェネレーター、プロテックさんのパルスジェネレーターを取り付けをして、パルスのね、取り出し自体は、プラグケーブルから取り出しをして、設定をしたんですけども、まあね、結局、前回の時、動かなかったんですよね。こんな感じで。ただこの時ね、ちょっとこれ、エンジンの警告灯なんですけど、これがついてるっていうのが昨日ふと気がついて、あれ前ついてたかなとね、前の動画見てみたんですけど、やっぱついてないんですよね、エンジン警告灯で。昨日、前回のパルスジェネレーターをつけた後からですよね、あれなんかこんなとこついてたっけなんて思って、以前はね、こう、まあ、オープニングがこう動いた後、しばらくしたらこう消えてたんですよ。エンジン警告灯って。で、それがね、ついてるんで、あれ、もしかして配線間違ってると思って、やり直しました。そしたら、動きました。ということで、パルスジェネレーター自体はちゃんと動いてて、ちゃんとね、パルスを取り出すことができてたっていうことになります。ただまあちょっとね、問題があって、実はこれ3、4000回転より上がね、ちょっとね、回ってないんですよ。まあ今これアイドリングで少し軽く吹かした程度なんですけど、まあアイドリングちゃんとね、動いてる感じがしたんですけどね。走行中なんですけど、ちょっとね、4000回転以上上回らないっていうかね、タコメーターの針が行ってない感じがするんですよ。だから、もしかしたらそのあたり何か、まあ、抵抗とかをかまさないといけないんじゃないのかなっていうところが、今ね、思ってるんですけど、要は、前回までね、じゃあどこに配線してたんだっていうことになるんですけど、前回まで、パルスをですね、拾って、それをね、つけてたのが、この、要はエンジン警告灯のところに、だから配線しちゃってたんですよね。だから、まあ、ずっとタコメーターの針が動いてなかったんですけど、まあ、ちょっとね、なんでそんなことになったんだろうなっていうふうなことをね、昨日の夜なんですけど、ふと思い出して、あれなんかついてんなと、説明書の方をちょっと取り出して見てみたんですけど、で、まあ、ピンク色、ここですよね、ピンクね、これでエンジン、でもこれね、要はエンジン警告灯だったんですよ。ちょっと僕もね、よく見たらよかったんですけど、エンジンって書いてるからね、ここがパルスだと思ってたんですけど、で、以前昔出てた、この SS182 の、ネットとかでね、よくある説明書だと、レブって書いてるんですよね。タコメーターのパルスのやつは。じゃあね、タコメーターはどこから取ってるんだって、この説明書で行くと、これね、スピードって書いてるんですよ。スピードシグナルって、スピードシグナルって書いてるもんだから、てっきりね、あれだと思ってたんですよ。速度。ただもう速度はね、この別の3本のラインから撮ってるんですけど、このブルー&ホワイト、青白ですよね。青白のところが、要はタコメーターの、パルスのやつで、で、その以前の昔の形の SS182 の、ネットで転がってる説明書の、配線の位置と見比べたら、この青白の部分がレブだったんですよ。なので、もしかしてと思って、つなぎ直してみたところ、ちゃんとタコメーターが動くようになりましたという、ちょっとね、そんな報告になります。ちょっと思ってもなかったですね。そうなんですよ。まあ、ちょっとね、これね、だから説明書がね、結構ね、間違ってる可能性もあるっていうことですよね。だからこれスピードシグナルって書いてるんですけど、スピードシグナルっていうかね、タコメーターですね、レブですね、レブの、スピードのね、センサーが実はそこから出たというね、ちょっとそんなお粗末な、結末でした。じゃあね、モンキーの時じゃあどうだったんだっていう話なんですけど、モンキーの時は多分説明書見て、あれタコメーター書いてないなと思って、昔のバージョンの説明書の、画像を見て、同じ位置にあるところ
色が違っても同じ位置にあるやつが、まあ、タコメーターだろうと思ってたまたま撮ったやつが当たりだったっていう、まあ、そんなね、ちょっとことになってました。まあちょっとね、こんなことでね、タコメーター動かない動かないと言ってたんですけど、実はちゃんと動いてたっていう、そんな、感じですね。まあちょっとね、尺が残っちゃったんで、ちょっとね、以前の、走行動画ですね。それでもね、ちょっと眺めながら見ていこうかなと。すごい勢いで、ね、後ろからね、このカングーがね、ちょっと後ろから煽ってきてたんですよね、実はこの動画ね、前回このシーン実は出したか出してないか、切っちゃってたんかもしれないんですけど、実はね、なんかね、カングーにすんげえ煽られたんですよね。で、カングーがね、前の車も実は煽ってるんですけど、まあね、ちょっとおしっこでも漏れそうだったのかなって、プーなんてね、周りから言われてますけど、で、前のね、バイクの人もちょっと煽ってました。バイクをね、無理やりね、ウイ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 ってね、行っちゃってたんですけどね。まあちょっとね、巻き込まれても怖いんでね、少し距離を置いてたんですけど、この後ね、ちょっと無理やりね、左に行こうとするっていうね。ね、ちょっと無理やり割り込みでね、おしっこ漏れそうだったんでしょうね。おしっこ漏れそうな感じ。そんなカングーがね、わーっと走ってました。まあ、カメラでね、こんな感じで映っちゃってる可能性もあるんでね、まあ、皆さんおしっこ漏れそうかもしれませんけど、安全運転で走ってもらったらいいんじゃないのかなと思ってます。危ないですからね。まあね、まあ漏れそうな時もあるでしょう。おしっこ漏れそうだったんでしょう。おしっこかもしれないですし、ちょっとね、大きい方が漏れそうかもしれないですけどね。まあ、ということで、今回はタコメーターね、ちょっとね、動きましたっていうことで、ね、ちょっと緊急で、ただね、ちょっとまだね、完全に動いてるっていうか、少しね、まあ、モンキーの方はちゃんと上まで回ってるんですけども、これ抵抗か何かを入れないといけないのか、ちょっとね、針がね、動きが少しおかしいという、そんなところがあります。で、あとね、スピードのセンサーなんですけども、大体のタイヤの外径と、まあ、直感的に、これぐらいかなということで、以前に設定してた数値っていうのが136っていう数値を入れてたんですね。1360ミリぐらいっていうことで、外径の方を入れてたんですけども、ちょっと今日、夜ですね、GPS、携帯の GPS で測ってみたところ、大体ね、上の方で3キロぐらいの差ですかね、だったので、ちょっと176から、ごめんなさい、136から135という数値に、設定の方を変えておきました。もしね、同じくね 3.5 のタイヤをね入れて、このメーター使おうかなっていうような方は、だいたいね135ぐらいっていう風に、設定してもらって、あと微調整してもらったらいいんじゃないのかなと思っております。はい、ではですね、今回は、SS182 のタコメーター実は動きましたというそんな動画になっております。ではこの動画が良ければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。